卵でやっぱ閉じて、まろやかになる。ちょっとまろやか。美味しいよ。でもちゃんとこうがっつりは来るね。心地いい刺激。この番組やっててよかった。彼氏できました、ね、できたじゃん。さあ、花店っていうところなの。花店、うん、っていう地名なの。地名、花店中古車センターって CM でみんなその花店っていう地名を覚えるんやけど、うん、まあそれよりも今日のお店ここですよ。花店中古車センターじゃないんだけど、ここ、ここなんかちょっとおしゃれじゃない、うん、店の名前がないね。コーヒーって書いてあるだけだね。本当にコーヒーって名前なんじゃないの。これ押すのか引くのかも分からない。あ、分かんないわ、怖いわ。こうかもしれない。実は実は押してみようかな。押してみよう。押すやつ、押すやつんだ。お邪魔します。お邪魔します。あ、おしゃれじゃないですか。打ちっぱなしってやつですね。打ちっぱなしの今風ね、今回のこういうライトとかもなんかおしゃれ。うん、あとはちょっと可愛らしい。本当だね、うん、ありがとうございます。名前は、名前、中西秀樹と言います。秀樹秀樹。2018年にオープンしたマーベリックコーヒー&ボイド。もともと自転車屋さんだった建物を改装し、あえて倉庫のような雰囲気の喫茶店に。まあ、まず飲み物頼みましょうよ。何飲みましょう。そうですね、おすすめがコーヒーが結構こだわってるんで。いや、もうだってなんかこだわってそう。コーヒーにこだわってる感じのエプロンじゃないこれ。茶色でなんか焙煎、今あの少し前に始めたばっかりで。焙煎って何ですか。あのコーヒー豆を焙煎、何これ、焼くんですけど。別にここで焙煎してるってことね。本当だ。ちょっとコーヒーいただかないと。コーヒー飲んだ方がいいかもね。飲めないな、あなた。私飲めないから。姉さん、姉さん、姉さん、姉さん任せるわ。私あのクリームソーダ。わかりました。最近導入したというマシンで、ブラジル産の豆を自家焙煎。コーヒーをあまり飲まない人にもおすすめの中入りは、ナッツやチョコレートのような風味が特徴なのだそう。私ももう10年間ずっと付き合ってる男がいいんだけど、2年ぐらい前に念願のカフェ出した。え、出資したってこと。してないわよ。私何でもかんでも金出すと思わない。いやいや、ちょっと待って、10年間付き合ってる男っていうのが初めて聞いてんけど。でしょ。うん、何それ。いや、結構私でも続いてるよ、こう同時進行も含めて。例えば今日の彼も可愛いやん。いや、ちょっと行動の仕方が分かれへん。いや、だからいいのよ、ここに友達と連れてきて、あ、彼氏、彼氏ですって言えば。いや、そっかしい、そんなやめてくださいよって言われるかもしれないけど、えへへって言うから。あ、なるほどね。えへへやといけるってことですね。そう、えへへだったらいける、ね、あの私の彼氏で紹介しますけど。あ、彼氏。あ、えへへや。ほら、これですよ。超できた。つい初彼氏できた。この番組やっててよかった。彼氏できました、ね、できたじゃん、ね、私の彼し秀樹です。お世話になってます。ほらほら、うちのナジャがお世話になってます。あ、うちのナジャがお世話になっております。いやー、姉さんよかったよ。いや、本当にこんな日が来るとは。ものすごく虚しい。なんでよ。すごく虚しい感じがした今。それでは苦味を抑えて香りを立たせた自家焙煎のコーヒーを。コーヒーをどうやってそのね、食レポというか形容すればいいかわからないんだけども、香りはしっかり、ね、そうですね、ますね、うん、いつまでも苦味が残らない、うん、後味が甘いというか、甘みがある。確かに、はい、うん、そしてクリームソーダには
乳脂肪分の多い濃厚なバニラアイスを使っています。このソーダのところはそんな甘くないんですね。あ、そうですね。アイスを乗せるから、うん、その甘さとのバランスを多分秀樹は考えてくれてるんやと思う。あ、うん、よかったです。このアイスの甘さがあってちょうどいい。うん、どのくらいなの、あのオープンしてから。もう丸4年に、丸4年の、はい、今おいくつでしたっけ。今37歳です。 37? はい、もう20代の半ばぐらいからもうお店やりたいなって、うんうんうんね、はい、それで飲食系のお店で働いて、うんうん、お金を貯めてそう、はい、でコーヒーにこだわりを持ったのはいつなの。それもその頃20代半ばぐらいから半ばで、はい、働いてたお店がちょうどコーヒーこだわってやって、うん、はい、で焼いてはったんで、うん、コーヒー豆を。あ、そうなの。はい、あ、で、あ、こんないろいろあるんだなっていう、うん、いつもは飲み物頼んだ後におすすめ の、 あの食べ物も何か頼んでるんですけど、はい、多分ここは、うん、このお店入ってきた時からすごいいい香りがしてるんですけど、カレーがおすすめなんじゃない。違う、カレーがやっぱりでしょう、はい、よく言えば。だってすごいいい匂いしてるもんカレーの。お店の名物は柔らかくなるまで3時間煮込んだ牛すじ入りのカレーをとろとろ卵のオムライスにかけたオムカレー。じゃあいただきますよ。うん、おいしい。お店に入ってきた時の香りからしたらスパイスがめっちゃ効いてるカレーかなと思ったら、うん、刺激は少ないですね。卵でやっぱ閉じて、あ、そう、まろやかになる。ちょっとまろやかに。おいしいよ。あ、本当だ、マイルドだ。でもちゃんとこうがっつりは来るね、あ、後から結構来る、うん、ピリッと心地いい刺激、はい、心地いい秀樹で、もう本当引退しよう私。ほんまに。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でお二人自身の話を聞いていきます。2023年のスポーツ選手だったり俳優さんだったりのお二人の推しは誰かいますか。2023年のいるじゃない。誰？オリックスの彼。ああ、宮城。あ、宮城。宮城くんかな、ね、知ってる。宮城選手ってね、ちょっとなんかね可愛らしいのよ、うん、イケイケ感もなくて、そう、ね、なんかちょっと控えめ素朴っていう、ね、宮城くんは可愛いと思った。うん、で私はあの山崎総一郎だよね。山崎だっけ。山崎だよね、山崎総一郎。打たれた後の顔が、打たれた後の顔が良かったの。あの日本シリーズの最終戦でね、うん、あのバーンって打たれたのよ最後オリックスが、うん、でうわーってこうさマウンドに立ち尽くして、それでもうピッチャー交代でベンチに下がった後にもこうやってるの。かわいい。それはでもかわいいけど、なんかちょっとこう母性がくすぐられてるのに、ちょっと落ち込んでる。母性というよりもね、うん、S が何とかしてやりたいっていうのはないの。そこで抱きしめてあげたいなとかっていう、もっと苦しめと。それはどう、それ愛なん。それはだからもっと苦しんでて、うん、でもいけてる顔を見たいって。そうそうそう、